今年のリーウェ料理王決定戦の決勝へようこそ。私は委員会に指名され、今大会の審判兼司会を担当することとなったエンヒだ。あ、エンヒだ。エンヒもこの大会に関わってたのか。今年の料理王決定戦はリーウェ七星主導のもと、様々な機関が運営に携わる大会となっており、予選と決勝戦の2段階に分かれている。すでに予選は終了し、リーウェの各地域から集まった猛者たちはふるいにかけられた。本日、その予選で残った2名の選手が決勝戦で相まみえることとなっている。決勝はこれよりこの場で、皆の前で行われるぞ。審判として、私は委員会とリーウェを代表し、決勝戦の公平と公正を保証する。続いて、本大会の審査員を紹介しよう。審査員は委員会の者と観客に分かれている。委員会の審査員はこの3名だ。天泉、行幸殿、雄辺、国政殿、そして、ベテランの食通、天王寺。この3名に加え、委員会は会場にお越しいただいた観客の中から10名を選び、両選手の料理を味見していただいた後、投票をしてもらう。つまり、計13名の審査員がおり、それぞれ2名の選手に票を入れることになる。票数の多い方が今年の優勝者だ。おお、盛り上がってきたぞ。それでは、いよいよ待ちに待った選手入場の時間だ。さあ、2人とも。左に立つは、敵歌集予選のシード選手。包丁に漂う香り、怪盗の胸郭、現象。よろしく、みんな。わあ、現象も決勝戦に進んだんだな。でもなんだかすごく緊張してるみたいだぞ。現象、いつもの調子を出せ。お前はオーナーと支配人の自慢だろ。え、おう。右に立つはリーウェ校予選の実力派王者、猛火の嵐、妙手の料理娘、シャンリン。そして彼女の謎の助っ人、無名の生き物、クーパーだ。みんな、私頑張るよ。さあ選手たち、私に宣誓を。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負することを誓ってくれ。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。料理王決定戦の決勝選手として全力を尽くし、正々堂々と勝負します。私も公平公正平等を原則に決勝戦を見届けよう。続いて審査員の行幸殿に決勝戦のテーマを発表してもらう。皆さん、今年の料理王決定戦の決勝戦にお越しいただき感謝します。私は天中園行幸、主催側を代表して今回の料理のテーマを発表するわ。テーマは陸水の儀よ。陸水の儀、今年の月酔い祭の食と参加にぴったしだな。大地と水の流れ、その両方を表現してるみたいだ。奥が深い。本大会に細かな決まりはないわ。二人には料理で勝負してもらう。提出する料理は審査員の好みを狙ってもいいし、実力で会場にいるすべてのものを魅了するのももちろん歓迎。それでは二人の活躍を期待してるわ。決勝戦の調理時間は1時間。主催側が用意した食材を使って料理を作ってもらう。それじゃあ準備はいいかな。ではリーウェ料理王決定戦決勝始め。みんなにお前の実力を見せつけてやれ。旅人とパイモン、試合を見に来てくれてありがとう。安心して、最高の料理を作ってみせるから。よし、始めるぞ。いつも通り、まずは火を起こそう。
菜の味を薄めにって言ってたよね。そうすれば主菜の味が引き立つし、新燕の言ってたリズム感も引き出せそう。でも味が薄すぎると仕上がりが弱くなる。水晶エビに砂糖を加えて味を引き立たせよう。薄味だから副菜同士の味もうまく分けないと。主菜側が用意した出汁は香りが強いけどしょっぱさが足りないね。うん、北斗姉さんの意見も重要だからここは塩を入れておこう。今日の主役だから迷わずみんなの助言通り少し胡椒を入れて風味をアップさせよう。なんだか変。この俺はどうすればいいんだ。おやおや、おっと、会場で珍事が起きているようだ。シャンリン選手の謎の助っ人が対戦相手を手助けしている。審査員の皆さん、これはどういうことなのだろうか。この謎の助っ人はシャンリン選手の相棒で、二人で一つであることは事前に知らされているのだが、この状況は一体？問題ないわ。それに、その助っ人がよからぬことをしているわけでもないしね。はっはっは。若者同士の対決は実に素晴らしい。わしはこのまま見届けるとしよう。これについては、私が説明するわ。この決勝戦開始前に委員会は両選手の調査を行ってるの。そして双方が今大会の規則に違反してないことが確認できてるわ。シャンリンは優秀な料理人で、その助っ人はシャンリンの仲間であり家族でもある。シャンリンの料理は全て彼女の手によって作られている。助っ人にできることは火をつける程度よ。シャンリンの腕前からすれば、薪で火をつけようが、助っ人を使って火をつけようが、大差ないわ。みんなが心配するのもわかる。助っ人が奇妙な踊りでシャンリンを応援してるなんて、確かに変な光景だもの。けど今は同じように元昌選手の傍らで、元昌の応援をしてる。つまり、この助っ人がどの選手も公平に扱っていることを証明してるわ。味方もその相手も励ましている。公平な助っ人よ。そうだよ、グーパーは私の助っ人じゃない。
ただ料理をしてるところを見るのが好きなの。元将のそばに行ったのもきっと元将の緊張をほぐすためだと思う。みんなに保証する、グオパーは試合の邪魔をしない。というよりも元将が実力を発揮できなかった時の方がこの決勝戦にとっても大きな損失になるんじゃないかな。私も防除旅館で元将の料理を食べたことあるんだ。彼はすごい料理人だから、本当の彼と正々堂々勝負したいの。なるほど、面白いじゃない。天王寺、あなたはどう思う？文句などない。あのように公平な競技精神を持っておるとは大したものじゃ。ということで、我々委員会と審判はこれを認める。よって試合は続行だ。元将、大丈夫？俺もよくわからないんだ。ものすごく緊張しまって。くそ、こんなに手が震えるなんて。深呼吸して気を楽にして。私もそういうことがあったから、いい方法を教えてあげる。心の中で平気だって繰り返すの。もしくはお父さんのこと思い出して。親父を、そんなんでいいのか？だって私はそうしてきたんだもん。バラ、じゃあお袋のことを思い出してみるか。あ、お前は戻ってくれ。俺は大丈夫。俺のせいでお前の足手まといになっちゃいけないからな。ならないよ。だって料理は完成してるもん。何？俺も負けてらんねえ。うんうん、その息だよ。凄腕なんでしょ？本気出して。この前元将が作った料理は最高だったよ。俺は、そうだ、俺ならきっと大丈夫。シャンリン、あとそこの、とにかくありがとう。すぐ仕上げるから。時間だ。両者ともに料理を完成させた。次は審査員席に料理を運び評価をしてもらう。完成した順にまずシャンリン選手から料理を紹介してくれ。私の料理は、主菜ジョジョジー、副菜リーウェサンス、天津水晶エビ。料理のテーマは陸水の儀。海と陸地の両方を、つまり獣肉と鶏肉、そして海鮮を使ったの。私の主菜ジョジョジーは鶏肉と唐辛子の組み合わせだよ。絶雲の唐辛子は山々で育った山の幸で、鶏肉は空からの恩恵だね。リーウェサンスーにも鶏肉を、そしてハムとタケノコを使ってる。この料理も山の恵みを感じられて、辛さと鮮度、暑さと冷たさが絶妙なバランスをとり、ジョジョジーと相性がいいの。最後の水晶エビは米、エビのむき身、人参で作る料理だよ。米から作った薄く透き通った皮でみじん切りにした人参とエビを丸ごと包み、プリッとした食感に仕上げてある。エビは海の贈り物。米の皮でギュッと包み込むことで海と大地が溶け合い、ほんのりと甘みのある味になるんだ。最後の一品にぴったりでしょ？素晴らしい解説だった。続いては元将選手、料理の紹介を。俺の料理は仙腸椒、ミントの和え物、エビのポテト包み揚げだ。シャンリンが言ったように、陸水とは海と陸地を意味する。空を飛ぶ鳥、地を歩む獣、泳ぐ魚やエビ。俺が使った食材もこれらのものだ。仙腸椒はリーウェの名物料理。俺は防除旅館の料理人として、この料理こそが旅館の切り札だとずっと考えてきた。この料理は複雑で、食材の扱いが非常に困難だ。燻製したハム、カニ、エビと松茸を使用してる。この試合に敬意を表すため作った主菜だ。副菜のミントの和え物はすっきりとしていて、仙腸椒の濃厚な味とぴったりだろう。そして
エビのポテト包み揚げは誰もが好きな伝統料理だ。濃厚なスープを一口飲んだ後に食べると、これ以上至福な時はない。こんなに離れてても香りがここまで。もう我慢できないぞ。それでは審査員の皆さん、どうぞご試食を。素晴らしいわ。どちらも緻密に作られていて絶妙な味わいね。エビのポテト包み揚げをもう一つ、いや、二人の料理をもう一度味わってみるわ。シャンリン選手の発想は実に面白い。例祭を主催にするとは、大胆なことをしておる。このジョジョジーはとても独特じゃ。例祭とはいえ、唐辛子は炒めてあって、ほのかに熱を感じる。噛むと唐辛子のピリ辛さと胡椒の風味が口の中に広がり、実に素晴らしい。この船長賞、とても美味しいわ。リウエ酸数の味付けもちょうどよく、上品な味わいね。うん、素晴らしい出来だわ。それでは審査員の皆さん、じっくりと考えて投票してくれ。また委員会が選出した観客にも審査員として評価してもらう。幸運にも試食の資格を得た皆さんは公平な判断のもと投票を頼む。キュー、オイラたち選ばれなかったぞ。どうして審査員にしてくれなかったんだ。本物の食通なのにオイラに審査させないなんて損してるぞ。こんなに美味しい料理と凄腕の料理人がいっぱいいるけど、オイラに優しくしてくれるのはやっぱりお前だけだな。皆さん、お待たせした。投票結果の集計が進み、その結果が行幸殿に渡された。それでは行幸殿、リーウェイ料理王決定戦決勝の結果を発表してくれ。今年のリーウェ料理王決定戦の優勝者は、ドキドキ。一票差でシャンリン選手の優勝。やったー。おー、接戦だったみたいだな。やっぱりか。分かってたさ。激しい勝負の末、今大会の優勝者が誕生した。リーウェイ高地区のシャンリン選手が一票差で敵下州地区の元昌選手を破り優勝。勝負は必ず決するものだが、票数がほぼ同じなのは驚きの結果だ。二人とも優秀な料理人であることは間違いなし。全力を尽くして戦った二人に拍手を。観客の皆さん、リーウェイの皆さん、大会へお越しいただきありがとう。審判のこの私が、試合結果は公平なものであり、今年の料理王決定戦が無事終了したことをここに宣言する。大勢のご来場に感謝します。またお会いしましょう。ああ、帰る際は他の人に迷惑をかけないように。それと忘れ物がないかよく確認してくれ。シャンリンのとこに行ってみよう。元昌、今回は私の勝ちだけど、あなたの料理一口だけ食べてもいいかな。もちろんだ。俺にもお前の料理を食べさせてくれ。ふう、さすがだ。負けを認めざるを得ない味だよ。気に入ってくれたということは、お前は見る目のある料理人だ。うん、私の実家も小さな料理屋だからよくわかるの。人にとって食は何よりも大切で、
お客さんがいるからこそ食文化は存在する。家庭料理を甘く見ちゃダメだってね。お前の料理は変わった発想と食材にこだわることで有名だと聞いたが、まさか小さな店の出身だったとは。巷には凄腕の料理人が潜んでいるものなんだな。あなたもね。旅館の料理人はいつもお客さんのことを大切に考えてるでしょ。あんなにいい料理を作れるのもうなずけるよ。お前はいい相手だった。機会があればまた手合わせしよう。うん、次は今日よりも強くなってるからね。約束だぞ。旅人パイモン、お待たせ。さっきの料理は食べられた？まままい、その話はやめてくれ。審査員に選ばれなかったんだ。気にしない気にしない、戻ったら作ってあげるよ。本当か、やったー。ああ、そういえば私と元将に商品を送るから届け先を教えてほしいって主催者に言われてたんだった。高級食材セットと賞金が送られるらしいの。だからちょっと行ってくるね。後でまた会おう。行っちゃったな。まあ嬉しそうでよかったぞ。あ、そういえばさっき国政が行幸と一緒にどこか歩いてったな。大会に関する用事でもあるのかな。後で心臓がどうなったか聞きに行ってみようぜ。